それじゃベスト8始めるぜ。まずは MC を呼び込みたいと思います。ミーメイそしてソウさあ、それでは戦っていただくビートを聞いてみたいと思います。デジタル忍者ナナシ、ビートを聞かせてください。先攻後攻を決めるじゃんけんをお願いします。 OK。 戦国クライマーズハイ2ベスト8第1試合、先攻早雲後攻未明、8小節3本勝負、デジタル忍者ナナシ、カモセン。枝も好きなように伸びればいい、枝も好きなように伸びればいい、花も好きなようにつければいい、だけど地下に根っこがないやつはレペゼン、刀中指立てるぜ。京都、東京、行ったり来たり、ぎっこんばったん、どっちつかず、俺は恋を大にして言う、最近の若いやつは。はいはい、それを出せば勝てると思ったら甘すぎ、うん、お前にとってキャリアは盾か、いや違うそれだけだ。いやレペゼン京都語って何が悪い、あんたはなんか京都は順番に勝負やつが変わるどうのこうの言ってたけど、そういうのめんどくせえから動き回って無理やり勝負に来てんだけど。その順番いつまで経っても回ってこねえぜ、東京にいちゃにゃ、東京が都だから登ったんだろ、俺は京都を都にするのさ。わかる、平安最先端、頭の回転をフルに働かせろ、ライムだけじゃ俺の心臓は取れねえぞ。ライマーズハイの舞台でまたそれ言うやつ、趣旨とかマジで理解してないやつ、キャリアだけで俺に勝つの無理じゃ、若さつうのも一つの武器だ。いや、それを教えてやるよ、逆にあんたよりも俺はある、京都を昇格号、クールでも昇格号にぶち込んでやる、昇格量か。ライマーズハイの趣旨は分かってる、その上で語ってる、お前は何も分かっちゃない、ヒップホップの趣旨を履き違えてる。お前と俺の構図一言で言ってみよう、ヒップホップ VS ラップミュージック。はいはい、別にいいけど、俺は俺なりのヒップホップをここに持ってきた、枝も好きなように伸びればいいんだろ、花もついたよ、てめえが花につくんだよ。いや、逆に俺もお前の目を全くそらさずにあえて言ってやるよ、京都をレペゼント、俺が京都の顔と宣戦布告。終了さあ、それでは判定に入りたいと思います。先行総運高校未明、勝者総運。惜しくも敗れはしましたが、2019年の立役者未明にでっかい拍手を。さあ、続いてのインタビューは天下一品、ピンピンピンプロン、よろしくお願いします。イエーイ、レペゼン京都ポポー。さあ、ポポ君、ビッグモーラー。イエーイ、まあ、ポポ君、はい、もう終わるっすよ今年。終わるっすね、早いっすね、はい、早いっす、今年も早い、はい、ポポ君、今年結構バトルも相変わらず、そうっすね、もう継続して出てたっすね、はい、うん、東京とかもよく行かしてもらいつつ、まあなんつやろ、こう、まあ来年も見据えた上で頑張って出てます。
いや、ポポ君、今年どんな年でした？なんかいろいろ振り返って。そうっすね、なんかこう、まあ、今なんか23曲入りアルバムをそパンで作ってて、まあ、ちょっとずつだいぶ積み重ねれたから、まあ、そうっすね、来年それも、まあ、持って、まあ、その上で今年継続したバトルもさらに加速さすためにも、まずは年末このこれができるかどうかで、まあ、来年どうかなって話なんで、まあ、やれる限り 100% どころか 1000%。 そうっすね、行きたいと思います。ポポ君、京都で言ったら天下一品ピンピンピンで潰れちゃったんですよね。あの、ね、自分、もうゲンちゃんとかも小学校ぐらいから行ってたフェイバリット五条桂店が閉まっちゃって、だからなんか後でじいちゃん90歳の大好きやったじいちゃんも亡くなったり、なんかすごい諸行無常を感じる1年やったんで、まあ、この亀ちゃんとのトークもこれが最後になるかもと思って全力で喋るという、俺が死ぬのか亀ちゃんが死ぬのかって言ったら、亀ちゃんの方がほんまに長生きしてほしいから健康大事にしてくださいみたいな。いや本当にもう、はい、じゃあ来年からダイエットします。いやほんまに嘘です。もうじゃあ全部パンパンパン全部ひっくるめて、なんか新しい京都の美味しいラーメン見つけました。山崎麺二郎っていう、もう天地と真逆なんですけど、ゴリゴリうまいつけ麺屋さんがあります。店主が一郎ぐらいストイックなんで本当に信頼できます。ほんまうまいっす。あのチンタンケースね、スープ透き通った。じゃあなんかね、そうっすね、あの麺だけでありがとうございます、いけるみたいな。麺だけでで、あとここにゆずがついてるんですけど、それかけてもいけるみたいな感じで。なるほど。で、麺これつけてもいけるっていう感じですね。ちなみに今日戦う人は誰ですか？誰やったかな、雪だるくんか、シードワークですね。そうですね、雪だるくんか、ゆうまくん、ゆうまが勝ち上がった方ですね。どっちもね、もう雪だるくんとかもうめちゃめちゃ年離れてるしね。そうですね、本当にね、もうそのおっさんの今まで培ったラップ以外の能力で倒したろうと思いますね。なんか結構シードワークって結構意外と難しくて、そうそう、ね、なんかお客さんの、そうピンピンピン。腹減ってきましたね。そうですね、じゃあぜひこの試合終わって、じゃあ京都行ってラーメン食べましょう。ちょっと、はい、じゃあこの最後カメラに似てるキッズやヘッズたちに最後2020年の意気込みをバチンと顔面で感じてくれよ、ポポイのビルで、イエー。はい、イン大阪、ミスター大阪、ヒダリー、ヒダディのビルでおはようございます。エンジンかけていこうって、そっち、ヨヨワンツー、ハラパパンパンパン、ヨヨハラパパンパン、ハラパパンパン、今日はガンダン、頭ガンガン、食べるワンタン、街のワンガン、線から来たぜ、これはヒダディ、一人旅の続き、今日はライブアズハイボリューム2、ボリュームがやべえっす、なんて言いつつもひふみや CEO、 誰が狙う新人王、俺を信じろ、 Yo ブンブンバ、 Yo これは YouTube だってことで、はい、yeah. 今の何点でした？え、今の何点？何点のドアメ、何点のドアメ、エンジンかかってっからも う, ああ、もうエンジンかかってっからも う, ああ、もうめんどくさいから、めんどくさい人になったからもう、エンジンかけた、エンジンかけた、ビート、ギブラビよ、ギブラビ、ダン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 、レゲエまさかの、ダン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 、これがバババババババンボイスタイでもいつでもスマイルよ、俺らがスタイでもいつでも伝えたいのは何かって、そんな勝手なことばっかり言ってるけど、そこを分かってくださいな、サイな、サイな、サイじゃ、サイは食われたが、サイ氏はいるぜ、サイ氏どうなんどなんで、そう倒れても俺はいつだってサイ氏どうする、2020、気になる、身になる、意味ある、リアルか、2020でも俺が欲しいのは給料、給料、給料、お願いします、はい、皆さん、ひふみやに今年1年どうでした社長？いや、今年1年は2019 俺はいつでもヤバいの九州、ちょっとビール持ってくる、こいつのバック DJ は from 九州、yeah. 確か天神、いや
エンジンかけて先陣を切って、変人がラップマイクを持てばリジナルフレーバー、この言葉チェックしときな、2020に続く噂の年越しだぜ、シコシコしときな、オカマとオナニやろうは、でももちろんやろうかって、廊下は走っちゃダメって言われた学生時代に、yeah. よ、ソロの時代じゃなくてジェダイじゃなくて自衛隊じゃなくて何かってえと、アメ村のウォリアー、マイク持った俺らがフーリガン、イエーイ。伊田さん、はい、今年もう家帰れないですよ、大晦日が、まあ、去年もすぐ帰りたいって言って、うん、すぐ帰ったもう今年はダメですよ、ダメだ、優勝っすわ、優勝いけますよ、いやいや、今日1回戦で一番派手に散って、またまた2000何年のすぐ言うフォークと誰誰みたいな、こうあの伝説の試合みたいなのを1回戦で作って、はいはいはい、今日帰りたい、え、それ勝つ方じゃなくて勝つ方じゃなくて、なんでベストバウトメーカーなんでなん勝つ方じゃなくて、そうそう、うん、え、いやもう勝って怒ってくださいよ、大島もいろいろ勝たんでも奢ってるやん、いつも、いやいやいや、まあそうっすけど10万あったらもっと美味しいの食えるし、多分まあまあね、うん、いや別に、正社員の10万円なんかなくてもいいもん食ってるから、おお、来年もいただきます、むしろ、俺たちが作ってきたシーンで正社員を食ってるからね、そうなよ、お前らが俺らの時代についてきない、うん、ねえ、Q さん、そうっすよね、正社員から正社員から10万円もらっていいもん食ってくださいって言うけど、いや、そんな正社員に10万円もらわなくても俺らはいいもん十分食ってるし、大体正社員が俺たちが昔から作ってきたシーンで仕事してんの、だから正社員の上でこう踊ってるの、一回戦正社員食ってる、違うんか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 、焦る焦るわ、違うんか、エンジンがもう本気で言うてるわ、もう間違えてるんだって、ちゃうちゃう、北のライブマスターから、一回戦触るな、危険だ、今日のダニー、2019年俺は正社員に新しいあだ名をつけました、2020年みんなで呼んでほしいと思います、はい、正社員改めシャイニングシャインシャイニングシャイン光ってます、シャイニング、はい、光らしていきたいと思います、はい、戦国 MC バトルとともにね、はい、シャイニングしていきたいと思います、はいはい、じゃあ今日、はい、気合いの一言お願いします、シャイニングシャイン、あ、もう一回やりたいな、左でした、